はい、皆さんおはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、浅田久美家です。というわけでシェム2続きやってくぜ。で、まあ前回なんか太極拳のおじいちゃんとねやり合ったけど、柔術ってなんじゃろうなみたいなこと言われてね。まあ柔術ね。あ、オンダロンってここじゃ。ここがオンダロンか。オンダロン。道理省老師はここに。道理省さん。まず四角でドア開けんだね。丸だったんだけどね。ヤクザの事務所みたいなとこだ。通りしょ。また来たのかい、地上げやめ。え、違います。どんな悪さをする気なんだい。あ、いや俺は何度来たって、あたしゃ立ち退かないよ。俺は違う。通りしょさんを訪ねてきたんです。あんたみたいなチンピラが通りしょさんになんのようだい。知ってるんですか。地上げ屋が会えるようなお人じゃないよ。もう俺は地上げ屋なんかじゃ。ちょっととっとと帰っとくれ。私は死んでもここ動かないからね。まあそれは勝手にどうぞ。警告って書いてあるね。立ち退きだな、本当に。なぜ立ち退き、警告って書いてあるのかな。報告なのかな。なんだろう。道理省様205号室だな。これさ、ドア開けられないの。すいません、ダメか。鍵がかかってるな。もう、あ、ちょい、クイックターンしたくて言えねん。何気に難しいよね、操作が。道理省様。トイレある、トイレ。わあ、うーわ、和式じゃん。まあ、汚ねえな。これで、なんかないの。なんもねえわ。まあ、なんかああいう段になってるやつってさ、座る人いるよね。俺は昔そうだったけどね。すいません、道理省さん。いないな。なんだ、うるせえな。すいません、あなたが当理想老師ですか。違うよ、見りゃわかるだろ。全然老師って感じじゃねえ。老師はここにはもういねえよ。引っ越したらしいぜ。何、どこに引っ越したか知ってますか。引っ越し先は知らねえけどな。何か知っているんですね。腹減ったな。朝から何も食ってねえんだよな。は？は？鈍いやつだな。払うも払えば教えてやるって言ってんだよ。払うよ。10ドルぐらい。ダメだこりゃ。今、金はないんです。ち、一文なしかよ。だったら働くなり。質屋で金作るなりしな。わかりました。さーて、もう一眠りするか。金ねえんだわ。金ねえわ。くそ。金稼げる場所ないかな。10ドルでいいんじゃないの。ダメかね。やばいわ。すいません。わしに用かな。質屋はどっちですか。せっかくじゃ、案内して差し上げよう。ついてきなさり。質屋お願いします。何を売るのよ。一応質屋って言ったことないな。ギャンブルばっかでさ、嫌になっちゃうんだよ。私の名は一回50だからな。でもって勝てない。難しいんだよ。
シチュー、特大シチュー。これ途中でやめられるんだけどさ。ここなんだろうね。これ何屋だ。あ、ここはシチュアっぽいね。チェース。あんた、うちは初めてだね。あ、いいえ。じゃあ、こいつを持ってきな。ねえ、これうちのパンフレットだ。買取価格が書いてあるからさ。なるほど。宝器を売っちまおう。で、何を売りたいんだい。何？なんかあるかな。あ、なるほど。ね、めちゃくちゃこれいらねえんだわ。やべ、3ドル。やべ、3ドルだわ。どうしよう。これ2ドルなの？マジで。セーザーアリア6ドル。スニッカー1。なんだと。ダメじゃん。バークがいる。バーク。バークか。バージョンファイターじゃん。ないね。特には。いいぞ。2ドル。これなんだよ。チキンデックいらねえんだよな、これも。おいおい、もう全部売っちまおうかな。あんまいらねえんだよ、これ。どの道、ああ、これダメだ。ソニックとかはダメだ。これ高えな。ポチ、こんないらない。こんなもんはいらない。そんなもん。まあまあの品だな。売っていくかい？売ってく、売ってく。売る。はい。お願いします。お願いします。どうも。他に仕入れしたいもんは？ないな。いや、やめておきます。冷やかしは困る。いや、そういうつもりは。まあ、気が変わったらまた来なよ。いや、そういうつもりはないです。いいねで買い取ってやるからさ。いいね。いいね、いいねだったか。微妙だ、ガチャガチャが売れるのか。なるほど。じゃあ、ホンダローに行って、あの姉ちゃんに飯をおごらんといかんな。ま、なんでもかんでも飯だよね。うわ、すごいな。隣の家ボロボロだぞ。そっすね、さっきのちゃんに。ちゃんに？ここだ。うるせえな。うるせえんだよ。あんたか。金はできたのかい？できた。払うよ。20ドルで。しけてんな。うるせえな。それだけしかないんです。しょうがねえな。ブンブなんとかってとこにいるらしいぜ。ブンブ。探せば何軒かあるから当たってみな。わかりました。ドン！ブンブがつく店。わあ。あのおばあさんは何か知ってるんだろうけど、出てくんねんだもんな。勘違いおばちゃん。俺はちょっと人に話聞かんとわかんぞ。わからんぞ。お年玉やってけって言われるからな、お年玉の店員は。すいません。呼んだか？ああ、呼んだぜ。文部がつく店を探してるんですが。文部。大老街にたくさんあるわい。大老街？どこだ？もう少し詳しく教えてください。大老街にたくさん。ここは地元の者に。そうですか。
ハイローウェイってどこやねんって話なんだ。文部土器。なるほど。文部官報。もういっぱいありすぎんだろうが。文部不動産。もう誰だ、ね、ここはすいません。はい、どうぞ。大老街はどっちですか。この先を左に曲がってください。わかりました。ありがとうございます。この先左の症状。ちょっといいかな。はーい。シャオちゃん、お薬屋さんです。シャオちゃん。おじいちゃんと一緒にやってるんだよ。そうか。そうか。偉いな。偉いな。同じこと言えた。そうか、偉いな。ここ、左、左。左、文武堂、文武堂。大老街、なるほど。あ、ちょ、そこの、シャンニーが邪魔してくるよ。邪魔してくるあるよ。ここが大老街で。この先が大老街か。そうだ。この先が大老街だ。めちゃくちゃある。ドーン。ルールール。ごじっちゃうから。すいません。どうぞ。どうぞ。ひょっとして、当李承老氏がこちらに。うちは私一人です。文部がつくお店にいる。この辺にはいろいろござ。そうですか。なんだってんだい。なんか来たぞ。ここじゃないわけだな。早くしないと店閉まっちまうぜ。文部がいっぱいだ。ここは漢方。すいません。はい、どうぞ。当李承老氏はこちらに。いえ。そうです。文部がつくお店。ああ、ここを出て左に行くと文。そうですか。そこさっき言ったわよ。そこさっき言ったっての。文部。でも違かったからな。文部なんちゃら文部。文部文部どう。文部ろう。何。文部どき。ここかな。うわぁ、なんだかな。すいません。何かね。こちらに、当李承さんという。当李承。はい。いや。老師ということなんですが。老師。はい。それなら、文部病じゃないか。文部病。そうですか。そうですか。文部病というのは。店を出て、そのまままっすぐ歩きなさい。店を出てまっすぐですか。ああ、しばらく道なりに行って階段を上ると文部祭館の前に出る。文部廟はさらにその先だ。わからなくなったら文部祭館あたりでまた聞けばいいだろう。そうですか、どうも。文部祭館前。はい、やべ、夜だ。ここを出てまっすぐのブンブランチャラの階段登った先のここはブンブ財館だな。したらブンブビオ、ブンブビオ愚国なんちゃら。やべえ、全然わからねえな。したら伏線街。あ、伏線街ってあの親子が いるとこじゃね。あの親子のとこ行ってもいいけど、どこじゃ。いや全然わかんねえよ。この人たちに聞いてみるか。ここら辺っぽいけど。文部廟、文部廟、全然わかんねえよ。すいません。はいよ。文部廟への道を。あ、
それなら高価台ね。ここに行くといいよ。突き当たりを左に行くと街路樹が立ってる通りに出るね。そこに大きな赤い門が2つあるよ、はい、1つは伏線街の入り口、はい、もう1つが高架台の入り口ね。高架台にあるので、ありがとうございます。なるほど、あざす、行くよろしいよみたいな行くよろしいあるよ。ここだな、高架台。この先は高架台か。そうだ。でこっちが伏線街に、伏線街にあの親子がいるんだけど、はい、それは後回し。てかやってんのがね、夜やってなかったら終わりだな、もう終わるぞ、ほんとマジ。金ねえんだからよ、こっちはよ。そうさ、文部廟は夜7時で閉められちゃうんだわ。そうなんだ。そうですか。そうですか。やっちまったぜ。すいません。はい、いら。文部廟ってどこですか。文部廟なら、これ向かいの。わかりました。ありがとうございます。あざした。か、一回止まんなきゃいけないじゃんこれ。やばいわ。徳林さん。おお、文部廟に。文部廟なら公園を越え。わかりました。徳林さん。おお、どうした。この辺でアルバイトができるとこ。水臭いこと言うなよ。今人で困ってたんだ。暇だったらバイトしねえか。わかりました。よし、それじゃあ始めるぜ。はい徳林さんがいてよかった。じゃさっよし、行くか。仕方ないな。またよろしく頼むぜ。今回なんか倉庫内だな。始めるとす。始めるぜ。左だ。左だ。まずは家賃払わないと。まずは家賃払ってこうかな。すごいね。やっぱり60ドルだな。絶対60ドルだな。腕相撲をしてみようかな。腕相撲を兄ちゃん、暇ならアーム。あいつが、あいつ掛け金は1回20ドル。あれ、20ドルになった。ああ、よし、決まった。熱血野郎の登場だ。日本からやって。手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディー。あっ、おっと、
まだ早いぜ。俺の合図でスタートだ。フライングは3回で負けだ。気をつけね。フライング。レディー、ファイト。よし、よし、大したもんだ。ほら、取りな。はい。もう一回、今度は賭け金30ドルでどうだ。あいつ、賭け金が高いほど燃えるんだってよ。なるほど。どうする、兄ちゃん。やる。ああ。やるぜ。素人が調子に乗んな。そんなつもりはない。生意気なガキめ、レディーファイト。おらおら、今だ。よっしゃ、30ドルゲッツ。よし、大したもんだ。ほら、取りな。やったぜ、100ドル。もう一回、今度は賭け金40ドルでどうだ。40。賭け金が高いほど燃えるんだってよ。どうする、兄ちゃん。やる。さすがにもうやべえかも。いい気になんなよ。さあな。やべえよ。余裕見せてんじゃねえぞ。レディーファイト。強い。行けー、りょうさん。よし。もう無理。よし、もう無理これ。大したもんだ。ほら、取りな。もう一回、今度は賭け金50ドルでどうだ。あいつ、賭け金が高いほど燃えるんだってよ。どうする、兄ちゃん。やめときます。いや、やめとくよ。そうかい。また気が向いたら来いや。いつでも待ってるぜ。もう限界です。もう俺の右腕が乳酸菌たまっちゃうよ。おい、あんた、一日分。じゃあ、毎度は宿泊代の。じゃあな。急がんといかんな。地図を売ってるな。高架台の地図か。持っておこう。高架台でチーズとか、これだけでしょ、これ。いらないな。よし、行こうぜ。さあ、朝に来たけど。あ、なんだ。すいません。はい。文部病、あそこですよ。わかりました。あそこですよ、見ろ、わかるでしょ、みたいな。その通りです。まあ、しょうがないよな。お、何屋さん。どうじゃ、占ってみるか。占い屋さん。当たるも八家か。こりゃ、わしの毛は百発百中じゃ。おい、どが、すいません。当たるも八家、やめときます。じゃあ、行くぜ。よし、来たな。
文武廟。文武廟。うん。当李承老師はここに。すいません。ちょっといいかな。ああ、ダメダメ。サボるとうるさいんだ、ここの同志様は。説教食らいたくないしね。そうか、悪かった。すみません。ついつはすみません。文武廟。どんなヤバいやつがいるんだ。ヤバいやつなのかはわからんか。あの、当李承という老師をご存じありませんか？あなたは？日本から来ました。当李承老師を探しているんです。日本から？あいにくだけど、その老師のことは何も知らない。何？あ、すいません。誰？君は老師に会いたいの？老師をご存知なんですか？これが紹介状です。紹介状？秘書陳陽。ああ。確かに老師から伺ったこともあるんだ。陳大臣でさ。それじゃあ。しかし、これだけでは老師に会わせるわけにはいかない。何？君は四つの部徳を知っているか？四つの武徳？君も武術をやっているな。その体を見ればわかる。武徳とは、武術家に必要な四つの心得のことだ。わかりません。わかりません。それがわかったら、老師はきっとあって。神経一体みたいなこと？四つの武徳。なんか10が5とかっていう話を聞いたが、どうしちゃってんねん。四つの武徳。なんだかめんどくせえことになったな。別にいいだろうが、そんなもん。どうしたの？どうしたどうしたんだい、少年。ただ、あれなのかな。すいません。はい。武徳を知りま、そこの文武廟でお聞きに。そうですか。そうですか。武徳でそこの弟子。この人たち何なんだよ、マジでよ。武徳ね。武術やってる人だったらわかるんじゃないか。かなり戻り感じにはなるけどな。やるやるだぜ。な。あ、あなたはさっきの。誰です。あなたはなぜ文武廟に。私には一つの願いがあるの。そのためにずっとお参りを続けているのよ。あなたにもあるようね。あの、聞きたいことがあるんです。何かしら？武徳をご存知ですか？武徳は自分で学び取るもの。でも、一体どうすれば？徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家？訪ねてみることね。武術家ね。武術家か。武術家か。俺が心当たりあるの二つしかねえな。公園のじいさんでしょ？なんか道場に
いる人でしょ。それしか分からんな。あと道場やってるところってどこだ。分からない。こっちなんだ。不得にあ、すいません。何でしょう。この辺で武術家を知りませんか。さあ、知らんか。そうですか。どここれ結構にぎやかなところ。だいぶ閉まってるけど。ああ、ここか。ずっとまっすぐ行くんじゃない。ひー、百貨店。ああ、トマトマートあるじゃん。どこにでもあるのか、トマトマート。すいません。はい。この辺で、わかり、わかりません。いらっしゃいませ。え？あら、あなた、ひょっとして日本人？はい。ええ。私、泉、泉、中野泉。こっちに留学してるの、あなたは？葉月亮だ。よう、か、よろしくね。まだこっちに慣れてないんだ。よろしくな。こちらこそ。私も高校出て来たばっかりだから。じゃあ同い年の。何？寮もこっちに留学してるの？いや、いや、いいわ。旅行です。そのうちゆっくり聞かせてね。ああ、そのうちか。まあ今忙しいからなじゃあな。泉さんっていう人がいるんだね。なんかようわからん場所が。ここどこ。よし、ここの人だね。すいません。何か。こちらの師範の方ですか。いかにも元修禅と申す。元修禅。武徳を教えていただきたいんですが。物には順序というものがある。理由を言いなさい。ある老師に会うためです。その目、よほどの事情があると見えるな。だが、わしには武徳を語る資格などない。なぜですか。なぜ。ある男の人生を狂わせてしまったからだ。誰。どういうことですか。栄光街に武術を見せ物にする大道芸人がいる。大道芸人。大道芸人。昔、破門したわしの弟子でな。破門。あいつが道を誤ったのも、すべてわしのせいじゃ。自分の弟子すら導けなかった男にどうして武徳が語れよう。あの、どうしても。わしは自分の弟子すらだ。すまぬが。わかりました。わかりました。なるほど。はい。そうだな。まあ今回この辺にしときましょうか。それではね、今回この辺にしておきましょう。それではまたのご来店お待ちしております。